現役最強棋士の一手を一目見るため、対局当日の朝、去年に引き続き会場となった大田市の三瓶荘には県内外から大勢の人が。それはもうね、やっぱりこの一戦をこの大田でやるっていうことはやっぱりワクワクしますので来ました。福岡県の筑後市からですけど、車なんですけど、そうですね、6時間ぐらいかかったと思います。非常に注目されてですね、おかげさまでお客さんも周辺にもたくさんおいでいただきました。雪解けとともにですね、春に向けておいでになっていただければありがたいと思ってます。この反響を次につなげるべく、三瓶荘では事前にある驚きの策に打って出ました。こちらはペアお二人一組で80万円となっております。それが初手や感想戦などを生で見られる特権付きのスペシャル宿泊プラン。7組の抽選の中から選ばれたのは、お金で買えないものっていうか、なんか物よりことっていうか、そういう感じなので、うん、確かに高いんですけれども、でも来たいっていう気持ちの方が強かった。そうですね、うんうん、同じくです。はい、全く、はい、県外から来た藤井八冠の大ファン藤原さんと多田さん、緊張感漂う対局室で王将戦の初手を見学できました。もうずっとこの時間が続くといいのになとか思ったりして、一生の宝物っていう感じ。迫力があるというか、こうなんかすごい秘めたこう感情っていうのがすごい伝わってくる、すぐそばなので、現実化っていう感じですごい感動しました。一方、にぎわいを見せていたのが別室の大盤解説会。定員300人に対し、県内外から500人以上の応募がありました。そこにはある特別な思いで参加した高校生たち。今日は石川県で行われる予定だった全国新人大会が地震の関係でなくなってしまったので、今日ここに来て見ることができたということです。松江や出雲の高校から来た将棋部員たち、実はこの日石川県金沢市で開かれる将棋の全国大会に出場する予定でした。しかし能登半島地震の影響で大会は急遽中止に。落ち込む彼らに何かできないかと顧問の先生が連れてきたといいます。先生は会場の三瓶荘に彼らのことを相談。その結果、王将戦の初手の際、特別に対局室へ入れることになったのです。憧れの棋士を間近で、思いがけないサプライズでした。すごいなんかオーラがもう違くて、なんかもうすごい見てるだけで逆に緊張していやもう本当圧巻というか、もう最初見た時はもう本物みたいな感じで、すごい臨場感があって非日常な雰囲気が味わうことができました。こうした中、戦いの行方とともに注目されていたのが、対局者の勝負飯やおやつ。初日の午後、藤井八冠がおやつに選んだのはこちらのスイーツ。過去の、藤井さんの勝負おやつをこうネットで検索したんですが、そういちごの使ったスイーツとか、あともうキャラクターのケーキとかをこう選ばれる傾向がありましたので。可愛らしくデコレーションされた大田市産のいちごに将棋ごま。大田市の洋菓子店ガトーサンマリノが開発したいちごのモンブランです。これを作るまでに店長とかスタッフ全員で全力を尽くした感じの商品なので、素直にね、本当に素直に嬉しいです。藤井さんに食べていただけて、今回藤井八冠のおやつに選ばれたと報道されて以降、
注文や問い合わせが相次ぎ、昨日だけでも100個が売れたといいます。今日も客が続々と買い求めにやってきました。あ、このいちご姫モンブランです。なんか可愛らしいって感じですね。藤井さんがおやつでこれを食されたというふうに聞きましたので、食べてみようかなと思ったんです。楽しみですね。王将戦に合わせた限定メニューのいちごのモンブランですが、店では来年以降もいちごのシーズンに売り出していきたいとしています。今年も大田市から大きな反響を生んだ将棋の王将戦、藤井フィーバーもこの先へどうつなげていくか注目です。